練習チャンネル。はい、練習チャンネル加本です。佐々木です。じゃあ引き続き孫さんお越しいただきました、はい、前々回野村の話、はい、で前回早稲田野球部の就活、はい、で今何されてるんでしょう。今保険の営業をしてまして、はい、まあ、保険代理店に一応所属はしてるんですが、うん、たくさんの保険会社の商品を販売できるので、うん、まあ、全国を飛び回って、うん、お客様にこう保険を売ってるという仕事をしてます、うん、はい、社員じゃないから成果報酬というか、そうですね、一種フリーランスみたいな感じですね。そうですね、うん、もうまさしくそういう感じで完全歩合制なので、うん、その月例えば契約がなければ給料はゼロ、うん、まあ、むしろこう交通費とかも自分で出すので、うん、マイナスということもありますし、逆にこう単月500万とか600万とか、うん、稼げる月もありますし、うんうんうん、もう完全に自分次第というか、うん、そういう営業をしてます、ね、なるほど、はい、エルメスのネクタイつけてるとさぞ稼がれてるんでしょうね。それにどんな保険売ってるんですか。いわゆる生命保険、生保と言われるものなので、うんうん、死亡保障がどうとか、うん、医療保険がとか、貯蓄系の、うん、年金保険だったりだとか、うん、そういうお金のことを総合的にコンサルして、うん、売っていくという仕事です ね、 なるほどね。僕は生保入ってないんですよ、まあ、理由としては興味があんまないからっていうのがあるんですけ ど、 逆に保険全然入りたくない人なんですけど、はい、ちょっと営業かけてほしいですね。あ、今この場で、はい、この場で、まあ、そのなんか単純にはぶっつけでこう今お話ししてるわけじゃないですか。なんか保険ってなんかこう今の自分の稼ぎを将来後回しにするわけじゃないですか、まあ、結局、はい、だから後のことは後考えればいいやって思っちゃうんで、うん、なんでこう今の給料が少ない時にさらにそれを削って給料が高くなるであろう50代60代とかに向けて回しちゃうんだろうと、はい、今の1万2万の価値って50、60になってからの価値と全然違うから、むしろなんか将来の今先借りした方がいいんじゃないかぐらいの感じの感覚を持ってるんですね、うん、なるほど。どうですか。なるほど。加本さん今すごいお金持たれてるので、うん、まあ、結論から言ってしまうとお金持ちは保険って必要ないんですね。あ、逆に、はい、そうなんですね。あの保険って何かっていうと将来お金に困らないためにかけるものなんで、うん、もうお金が将来困らないと分かってると、うん、大金持ちの人とかっていうのは別に保険かけなくていい。なるほど、はい、ただ一般の 99.9% の人たちはお金持ちではないですから、うん、例えば車椅子になった時に、うん、じゃあ誰がそこからお金を出してくれるってなった時に、まあ、誰もいないと、うん、加本さんが今普通の会社員だとして、うん、今加本さんが車椅子になった時に、まあ、要は働けなくなった時にどうなるのかっていうところで言いますと、うん、収入がないですから、うん、誰が加本さんを養ってくれるかっていうと、うん、親が養うんです。親が毎月ずっと何十年もお金を出して養ってもらう、うん、そうなった時に保険の価値観っていうのが出てくるんですけど、自分がそうなった時に何千万ものお金を親からもらうのか、それとも自分でお金を払って保険に入って保険会社からぶん取るのか、つまりまあ自分のためではないっていうところですね。なるほどなるほど。それは保険入ろうかな、じゃあ。なるほど。ちょっと今自分のためじゃないっていうところがちょっと響いちゃいましたね、はい、あ、そういうことっすね。そうですね。私妻がいますけど、自分で保険入ってるんですけど、私が死ねば母子家庭になっちゃうので、うんうん、妻が困ると、まあ、そのために妻のために保険に入って、うん、いやいやっていうイメージです、ね、なるほどですね。そんな営業を話を戻しちゃうんですけど、はい、いきなり頼んじゃってすいません。要は野村の新規ローラー営業と一緒で、はい、何もなんかリストがないところから自分でアカウントを開いて、あの保険をこう営業するっていうことをフリーランスとしてやられてるっていうのが今のお仕事なんですよね。やり方はちょっと違うんですけど、うん、まあ、例えば外資系の保険会社とか、うん、まあ、私も同じようなことやってるんですけど、うん、初めにこう100人リストなんて言われてるんですけど、うん、自分の親、昔の友達、地元の友達、うん、わーっとこう名前を書いていって、うん、まあ、その人たちに初めはアプローチしていくと。なるほど。そこからお客さんになってもらって紹介してもらうっていう方向でこう毎日動いてるっていうイメージですね、うん、保険だったら証券売るよりもなんかなんだろうな、損させることはあんまりない。そうですね、はい、迷惑をかけることは少ないので、うん、そうですよね、はい、たまに鬱陶しがられたりとかすることもあるかもしれないですけど。あ、そうですね、うん、それは、はい、それはありますよね、はい、どんな営業も。保険って言ったら単発でショットで入ってくるイメージなんですか、それとも毎月毎月その保険の何パーみたいな感じなんですか。これはお客様の払い方によりますね、うん、例えば年払い、年間100万円保険入りますってなればバンと入ってきますし、例えば月2万円とかであればその2万円のうちの何パーとかがこう毎月入ってくる。あ、なるほどですね。僕は毎月の方がいいと思ってますけど、はい、毎月っていうのはこう座布団の上に積み上がっていったら、はい、もう何もしなくても月50万入ってくるぜみたいなのもいるみたいな。いますね、はい、まあ、それはいいですね、はい、でも保険っていうのはどうせどっかに払うもんっていうところを自分のところに寄せてもらう営業だったらそんなに辛い思いもせずにできますよね。そうですね、
やっぱ野村のなんか営業時代の人脈だったりとかあのマインドだったりとかって生きたりするんですか？もちろん生きますね、うんうん、まあ、これも根拠ないんですけど、うん、野村時代にあれだけゼロからやったからっていうのは、うん、なんとなくのこう自分の自信にもなってますし、うん、結果出ない時でもあれをやったんだからっていうので、うんうんうん、なんとかそこを精神を持たせてるっていうところは生きてますね。何売ると一番儲かるんですか？保険料に対して何パーセントとかっていう話なんで、うんうん、まあ、大きなお金を月例えば1万円の保険よりも月10万円の保険をっていうのはありますね。そういう人って結構世の中多いんですか？その業務委託というかフリーランス系で保険の代理店やってる人っていうのは、はい、今は多くなってきてると思いますね、うん、というのも、まあ、世の中はこう証券だけじゃなくていろんなこう営業マンって死ぬほどいると思うんですけど、うんうん、営業マンの行き着く先って、うん、結局もう歩合制でやるしかないんですよ、うん、そうですね、これに憧れてるんで、うん、みんなそうなってくるともう不動産の歩合に行くか保険の歩合に行くか、うん、もうこのあたりが多分一番分かりやすい、もう一攫千金を夢見てその業界に飛び込んでいくっていう。確かにそうですよね、まあ、営業マンで稼ぐってなったら結局営業を独立してやると。そうです。でも何を売るのが一番儲かるかって、一発売ったら超でかい不動産なのか、一発売ったらなんかこう毎月入ってくる保険だったりとか、まあ、携帯とか通信、はい、回線系、うん、どうせ営業やるんだったらいい商材売りたいわけなんで、はい、そういう方にこう行き着く人が多いっていう、そうですね、そんなイメージだったんですかね、はい、実際稼げるんですか？稼げますね、まあ、これはあくまでも自分の実力次第なんですけど、うん、そうですよね、はい、数億稼いでる人もいますし、うん、まあ、逆に本当に食えなくなって、うん、まあ、リタイアしていく人、うん、どちらかというとそっちの方が多いんですけど、まあ、稼げることは自分の実力次第でいくらでも稼げるという業界です、うん、売れば売るほど。そうですね、積み上がっていくわけですもんね、はい、保険解約されない限りは。そうです、ね、自分の収入が大幅に落ちるってことはあんまないですもんね。そうですね、うん、ちなみに差し支えなければその3どのぐらい稼がれてるんですか？年収で考えると2000万円です。おお、どうですか美咲さん？でもでも稼いでらっしゃいます。いえいえいえ、孫さんさぞ優秀な営業マンでしょうし、やっぱ売れてるってことはお客さんのニーズをちゃんとこう理解していいものというかそのマッチするものを提示してるから売れてるわけなんで、人脈も豊富だしつながる価値っていうのはどんどん上がってくるんですよ。っていう意味では孫さんかなりこう優良な営業マンだと思うので、まあ、保険加入を検討されている方は孫さんに連絡すればいいんですね。あ、ぜひお願いします、はい、告知しに来たんですか？お金取りますよ。まあ冗談ですけど、はい、じゃあそんな感じでいろんな話が聞いてよかったです。本日はここら辺でありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。先の一言、保険将来みんなは必要になるんじゃないかな。ぜひ孫さんにご連絡を。すごい面白い人です。